王子会とは、日本海軍の青年将校で構成された、日本海軍初の革命行動組織である。組織活動は、ほとんど行っていないが、指導者の藤井一氏を中心に、同志的結合を保ち、会員9名が5.15事件を起こした。藤井一氏を中心として、1928年3月に結成された。藤井は、前年に、西田勢を中心として、 陸軍関係者が組織した国家改造を目的とする秘密結社、点検等の結成に参加したただ一人の海軍軍人であった。藤井は陸軍とは独立した海軍側同士の組織化を図り、10名前後の同士で大司会を発足させた。会員はほとんどが海兵50機台の将校である。 彼らは日露戦争後に誕生した世代で当時の災害観光の一つである海軍兵学校でエリート教育を受けた。しかし卒業後の社会はワシントン海軍軍縮条約によりもたらされた玄関級暇期の時期で軍人は無用の長物視された。彼らは財閥や政治家は己の利益のみを追求し清掃に明け暮れ。 疲弊した農村や国防を顧り見ないとして国家の改革を考えるに至ったがその背景にはエリート意識と実社会からの評価のギャップもあったとされるこうした中で北一機の表した日本改造法案大綱は青年将校に大きな影響を与えてん検討大司会の結成に至る社会主義への反感1929年の 世界恐慌による社会の混乱。1930年のロンドン海軍軍縮条約の批准は同調者を広げ、会員は40名以上に達した。なお、5.1号事件事の人事局第一課長であった、清水照美によれば、事件に関係した海軍軍人は約150名である。天根県党は高齢で、 日本改造法案大綱を制定ししたが、大司会の綱領は言及していない。畑久彦,彦は、藤井は意識的に独自の革命理論を持とうとしていたとも言えると指摘している。綱領では、以下の内容が定められている。天皇は天命により授けられた神聖国家の実を挙げる。国権を新調し大陸経営を断行。有色民族を解放し、日本皇帝を包帯する。 世界連邦国家建設の完成を目指す。日本精神の大敗と欧米物質文明への浸水により様々な弊害がもたらされたとして現状を分析。無人の気迫にかけ軍隊としての強さが失われつつ、ある年また政治に関わらずとの伝統に隠れ責任逃れをしている。海軍軍人の覚醒のため同士の一致団結が必要である。計画上は、 会長、会長補佐、中央委員、地方委員、艦隊委員、特別委員を定めることになっていたが、実際には、組織的な活動は見られなかった。小賀清は、竜図旅に終わったと証言している。藤井らは、大川衆明近藤成慶、井上日章らの影響を受けつつ、国家革新の動きを継続。井上との共同決起を図ったが直前で、 第一次上海事変が正規したため、井上らは単独決起した。海軍側は藤井の戦士後に小川を中心に陸軍士官学校生と立花の高三郎の農民グループと共同で決起した。王主会会員の主張は軍縮条約をめぐって分裂した海軍において艦隊派に近いものであったが、艦隊派の中心的人物との関係は5.15。 事件前はさほど強いものではなく、艦隊派は、同事件後に、英雄視されるようになった、実行犯を含む同調者を引き込んでいった。上記の10名のうち、藤と林は、結成時のメンバーである。藤井を除く9名が5.15事件に現座し、有罪となった。他に、事件関係者として13名の大司会会員がいる。 例えば海兵58機は134名の同期生中60名以上が中学の主席であり、また海兵に合格するためには体格や視力の検査に合格する必要があった。なお、藤井の海兵53機は募集人員が50名である。ABC 昭和史の軍人たち、藤井人志ハット ABC 昭和史を重装する艦隊派と条約派ハット AB。 日本の海軍ピアニッシも134から135、海軍の昭和誌、P63、現代誌、資料23、大師会、検察広く5.15事件さんピアニッシも78から79。ありがとうございます。